オファーは5年前、日航機墜落事故をモデルに映画化した、沈まぬ太陽、9年でタッグを組み、本作の制作代表でもある角川嗣彦会長に、世界から称賛された人たちを知らせないのは、日本人として失礼だ。君、やってくれよと依頼されたスタッフや役者に口で言わなくても伝わったのかな。原発についての是非は、あえて結論付けていない。半原発とは一言も言っギリギリで、表現を我慢した部分もある。まずは、あの状況下で、命を懸けて戦って、最善を尽くした人たちがいたことを知ってほしいんです。その上で、原発はどうなんだろうという論議になればいい。土屋隆弘、若松節郎、若松節郎1949年5月5日、秋田県生まれ、70歳。日大芸術学部卒業後、テレビドラマの AD などを経て共同テレビジョン入社。ドラマの演出を手掛けつつ、94年、コンプレックスブルーで映画監督デビュー。ホワイトアウト、沈まぬ太陽で、日本アカデミー賞優秀監督賞受賞。題材が、題材だけに、すぐにやりましょう、というわけにはいかなかったし、躊躇もあったけど、原作を読んだら映像が、福島の原発事故を、記録映画ではなく、エンタメとして見せて、多くの人に知ってもらうのは、映画人としての役割、責任だと思ったんです。約2ヶ月間の撮影現場では、嘘が合言葉。特に、メインの舞台となる、中央制御室と緊急事態策室のセットには、パネルや、ケーキのデザインなど細部まで、徹底的にこだわった。ある意味で全部、本物なんです。もちろん実際に、現場に取材に行った。写真を撮るのはダメと言われたので美術スタッフと僕らで全部長さを測ってスケッチして同じように作った。9年前。現実にあった話だからこそ嘘はつけないというのが大命題だったんです。当時の原発作業員も驚くほどリアルなセットにし、監督作の空母息吹19年に出演した佐藤浩市59。沈まぬ太陽に主演した渡辺謙60の映画界の最高峰の二人、危険と隣り合わせの現場にはいい意味で緊張感があったという。初日に諏訪湖のそばの廃屋の工場で撮影した建屋の水素爆発のシーンが壮絶だったんです。と粉塵やゴミだらけ、地面はぐちゃぐちゃ、体力的にとても大変でしたが、こんな大変な撮影を2ヶ月続けるという覚悟が。